原発事故の影響で夏の電力供給力不足が心配される中、JR 新宿駅前では今日、節電を呼びかけるイベントが開かれました。このイベントは、夏を快適に過ごす方法を提案しようと新宿区が開いたものです。会場では中山区長らによる打ち水が行われたほか、熱中症対策や節電グッズなどが紹介されました。こちら人力発電を紹介するコーナーでは、ご覧のようにたくさんの人が床発電を体験しています。この発電システムは振動のエネルギーを電力に変換するもので、参加した人は一生懸命足踏みをして発電量を競っていました。走るのが楽しかった。電気発電するのがいかに大変かっていうのがよくわかりました。その暑さ対策で、あのひんやり冷えるジェルパッドみたいなのをいくつか買って、まあ、ベッドに引いたりとか、会社に持って行って、まあ、自分の椅子の下に引いたりとかして対策をしようと思ってます。このほか会場では区の職員らによるスーパークールビズのファッションショーも行われました。イベントでの電力は天ぷら油を使ったバイオディーゼル燃料を使用したということです。